皆さん海の日ってご存知ですか？海開きの日？それとも7月唯一の祝日？海の日とは海の恩恵に感謝し海洋国家日本の繁栄を願う日なんです。もともとは7月20日が海の日でしたが、ハッピーマンデー制度により7月の第3月曜日になりました。今年は7月17日。では私たちは海の日をどのように過ごしたらいいんでしょう？佐賀にはですね、北と南に2つの海があるんですね。一つは、北の方にはですね、玄界灘、それから南の方には有明海があります。玄界の方は東シナ海と、日本海の間に挟まれた海で、非常に漁場として立派な海なんですよね。なので魚をたくさん取ることができます。こういうふうな海でもいろんな問題があって、例えば磯焼けだとか、これは、おそらく南の方からいろんな生き物が来て、それで、海藻を食べてしまうっていう現象なんですけども、環境問題というのが発生しています。海をいかに、きれいにしていくか、人間の影響をなくすかということが重要かなというふうに、考えております。有明海に関しては、これはもう広大な干潟の海なんですけれども、こういうもので遊ぶっていうのも重要なんですけども、有明海にはいろんな生き物がいて、特徴的な生き物がいるんですね。それを食べなくなってしまうと、なかなか海を感じるってことがなくなってしまうので、実際にその干潟の生き物を料理してみるとか、そういうふうなことがあってもいいのかなっていうふうに考えております。7月17日は海の日。皆さん、海に対する感謝の気持ちを持って過ごしましょう。海と日本。